情報発信者。どうも皆さんこんにちは、日本のとある情報発信者です。今日は鹿児島県久留島市にある MLS ホビーに来ております。ここはまあいわゆるミニサーキットですね。ではレッツゴー。ここは一応長ズボン着てれば一応走れるそうなんですが、なるべくはつなぎとかジャケットを着ることをおすすめします。その理由は後ほどわかると思います。皆さん自己責任で楽しんでください。見て童貞、あ、バキバキ童貞ですね。ですぐ左が来て右に行くと、ここでまた右が来ると、ではギアが合ってませんね。だけど SMCR で一速に下げたいと思うけど、一速だとドン突きが強すぎてヘアピンコーナーは結構きついんだよね。二速に上げるとコーナーをちょっと半クラ気味で回るような感じになるかな。出ます。ここで前を走るユーズさんが先にちょっと休憩入ったんだけど、僕はもうちょっと走ってみたいと思います。結構方向音痴だからコースを覚えるのが結構遅いんです。日本の道は難しいですね。とりあえず少し走ってみてわかったのは、ギア比が1速と2速の間が欲しいってことと、この SMCR だとペグが擦れるから結構怖いってことですね。一応ペグスライダーはつけてるけど、ペグに足を乗せて乗るのはちょっと恐ろしいです。じゃあユーズさんと一緒に走っていくよ。ユーズさんは KSR80 ツーストバイクだよ。今2速パオ。リアが滑ったよ。ここでパワー、いや、ストレートのパワー勝負だよ。落としたいのを我慢して2だよ。ここ滑るよ。ブーツの底がなくなるよ。パワー、
ク使うとバックトルクエグすぎるから、やっぱり2速キープだね。3速も使わないね。やっぱここで深く行くと滑るよね。わお、ストレートで今出て100キロ、103キロぐらいかな。わお、めちゃくちゃペグ擦ってるよ。ペグがガリガリいってる音聞こえます。 SMCR はバックステップが確か前期モデルにアウテックスから出てるぐらいで、他メーカーからは出てません。ペグスライダーなくなるよ。この前フロントフォークの、ねじり直してしたんだけど、ここに来るまでめちゃくちゃさすが動いてたよね。でも逆に高速でふらつくようになったんだよね。どっちが正解なのかわからないけど、オフロードの癖で侵入時にリアめちゃくちゃ踏んじゃう癖ついてるね。とりあえず一旦戻ってみようかな。外周行くって言ってたよね。ここで外周行くよ。こっちに行ったらダートコースあるらしいね。誰もいないけど一応手を挙げときます。コース以外はスピード落としましょう。それじゃ一旦切ります。急に足つきが。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。バイクっていうのはとても楽しいけど恐ろしい乗り物でもあるってことが分かりましたよね。もしつなぎとかプロテクターを完璧にしていれば全く怪我はなかったと思います。怪我は大したことはなかったんですが、左膝、左ヒッチ、左手首の座礁傷に肋骨が一本折れた程度です。この後肋骨折れてることに気づかずに3本目を走っちゃってます。頭悪いですね。この動画を見たことで叩かれたりバッシングされたりすることは覚悟してますが、私のこの行動を反面教師として、皆さんはちゃんとした万全の準備をしてサーキットを楽しんでください。私は今回の転倒をしたことで転倒のリスクと痛みをまた知ることができました。肘や膝のプロテクター、胸部のプロテクターももっと強化して行動でもなるべく身につけて走りたいと思います。はい、それじゃあね、この後はインスタ 360X2 のカメラを定点カメラにした状態でゆずさんの川崎 KSR80 の速度動画を見ていきましょう。私もこれに少し乗らせてもらったけど、やっぱりミニコースをミニバイクで走るのが楽しいですね。ゆずさんも転倒一緒にお願いしますとか言って、ゆずさん、ちゃんと YouTube を理解してくれて、ちゃんと転倒してくれたゆずさんでした。でもゆずさんはつなぎもバッチリ来てるから無傷で、バイクのサイレンサーがちょっと傷ついたくらいでしたね。まあバイクは楽しい反面怖い乗り物ってことが分かりましたよね。バイクやサーキットのことが嫌いになっても私のことは嫌いにならないでください。よろしくお願いします。